ピエール・ラバルは、フランスの政治家、第三共和政下で二度首相を務めた。フランス敗北後には、ビシー政権の成立に主導的な役割を果たし、副首相及び首相を務め、積極的な対独協力政策を主導した。1931年、ドイツ首相官邸を訪問する、ラバル・ピュイド・イコールドーム県出身。父親は、肉屋と宿屋を経営し、学問とは、 縁がない環境で育ったが、奨学金を得て、大学入学資格と学士号を取り法学の学理を収めて弁護士となった。故郷の名士の娘と結婚し、求心社会党の市長と県会議員が身内となり、顧客は社会主義者や労働組合員が多くなった。弁護士時代のラバルは訴訟を実際に起こすのを避けていた。彼は、噛みつきの技と呼ばれる。 説得に長けた人物であったという。1914年31歳の時にパリ近郊のオーベルビリエ氏の市会議員として政治活動を開始した。最初フランス社会等で活動したが第一次世界大戦を機に社会主義から保守派に転向した。一方で反戦デモを鎮圧した政府の対応を批判したり、ベルサイユ条約によるドイツへの過酷な懲罰には反対している。 1920年の社会党の分裂では独立派に転じた、政党に属さず、政治的立場を明確にしない日和見の政治家となったが、弁護士としては収入は格段に増え、新聞やラジオ局のオーナーにもなった。1923年にはオーベルビリエ氏の市長となっている。ラバルは下院議員と上院議員を務め1925年から大臣になった。 保守系の支持を得て1930年代から1940年代に3度に渡って首相を歴任した。また1931年には、米、タイム誌によって、マン・オブ・ザ・イヤーに選ばれている。この年の首相就任時には、フランスも世界恐慌の煽りを受け、政権は混乱した。1935年のエチオピア危機の時には、イタリアに対する優和外交で有名になる。 また当時対等しつつあったドイツに対抗して、イギリスイタリアとストレーザ戦線を締結した。1935年には再び首相になったが、1936年には、議席を失い1930年代終わり頃には、すでに森の過ぎた政治家だった。しかし、第二次世界大戦勃発後の1940年5月、フランスは、ナチスドイツの侵攻を受け降伏すると、 アルジェリアで亡命政府を立ち上げ戦闘を継続しようとしていた大統領たちを上下両院を代表して説得して諦めさせ、アルジェリアに向かった一部の者は現地でフランス市民権を剥奪した。こうして主導権を握ると第三共和制を解体し、フィリップ・ペタンを国家主席とするビシー政権を成立させ副首相に就任した。 ペタンに独裁権力を与えた1940年7月10日の憲法的法律においてはペタンに無断で条文を修正している。ラバルの親独姿勢はあくまでドイツはフランスの積極的協力なくしてヨーロッパを建設できるわけがないのだからドイツがやがて武器を置く日にはフランスはそれ相当の地位を与えられるだろうという観測に基づく打算的なものと私は ドイツの勝利を願う、もしそうならなければ、ボルシェビズムが蔓延するからだという発言に見られるような反響的なものであった。またラバルは権威主義的な微信政権を成立させたものの、本質としては議会主義者であった。しかしドイツ側にはラバルの姿勢は見抜かれており、当時の中仏ドイツ大使、オット・アベッツはドイツの権威筋はラバルを、 最大の疑惑を持たずに眺めたことはなかったと回想している。アドルフ・ヒトラーも、また、私に語った言葉を、心底では信じていない、典型的な民主主義的政治家というやつだと警戒している。ペタンは、独裁権力を与えたラバルに一種の遠慮のようなものがあったが、最小限に協力を止めるべきと考えていたため、ペタン派とラバル派との関係は良くなかった。しかし、ペタン派にとっても、 ドイツとの交渉を行う、汚れ役として、ラバルの存在を利用していた側面がある。しかしペタン派によるラバルへの不満は高まり、11月には、アルザスロレーヌがドイツに編入されたことによって、ラバルへの国民の反発も高まった。12月13日、副首相の地位から解任された。自宅軟禁にされたが、ドイツ側の抗議によって取りやめられた。これ以降、 ラバルと親しかったアベッツはペタンに対する圧力を強めている。1941年8月27日には狙撃され、銃弾が心臓に届くほどの重傷を負ったが一命は取り留めた。この際、彼は暗殺者の処刑に反対している。1943年、カール・オーベルクと談笑するラバル1942年、フランソワ・ダルラン副首相の対独協力政策が 行き詰まり、4月18日に、ラバルが首相として政府に復帰した。従来の副首相ではなく、自立性と発議権を持った首相としての復帰はラバルが要求したものである。ペタン派は実質的に影響力を失ったが、親、ナチスの勢力が台頭し、かえってラバルが、親ナチス派による、過度の対独協力に抵抗することもあった。ラバル首相時代の政府は、 義務協力労働でドイツ側に多数の労働力を提供し、積極的に反ユダヤを掲げるなど、対独協力政策を主導した。10月のアントン作戦以降は、イデオロギー的にナチズムに共鳴する親ナチス派の勢力が閣僚の大部分を占めるようになり、ラバルは政府内で孤立するようになった。1944年8月、連合国軍がフランスに侵攻すると、ラバルは パリ解放の前にドイツへ脱出した。が、ベルリン陥落直前3ヶ月の期限付きで滞在を認められたので、スペインに逃亡した。だが、延長は認められず、アメリカ軍に引き渡され、フランス政府によってペタンと共に戦犯として起訴され、1945年7月に退役罪で死刑判決を受けた。裁判では、売信員から罵られたという。 またペタン派の証人はすべて悪いのはピエール・ラバルだとコラボラシオンの罪をラバルに押し付ける発言を行っている。同年10月の執行日の朝、生産狩りを飲み自殺を図るが迎えに来た検事長たちに発見され、直ちに医師による遺践状が行われた。2時間にわたる作業の結果、正常に心臓が動き出すと、係官に支えられながら護送車に乗り込んだ。 形状につくと落ち着いた態度で挑み、最後に、フランス万歳と叫び重殺刑に処された。死後の1947年に、スイスで発行された著書、ラバルは語るでは、自分が言ってきた政策はすべて、フランス人にとって、最も有益な唯一の政策だったし、そのことを誇りに思っていると述べている。1935年、モスクワから帰国しスピーチするラバルラバルは、積極的に、 ドイツ協力を推し進めた人物として、極めて非難されている。ペタンの支持者によっても、退独協力の罪を押し付けられる傾向がある。また、どんな意見をも飲み込む人物だとして、これは人間ではない。小ンだとも評されている。ありがとうございます。